こんにちは、いわき歯科医院長いわき正明です。今回はインプラント治療を考えている方で、ね、手術は怖いとかね、ドキドキしちゃうっていうような不安感を持っている方、恐怖心を持っている方が多いと思います。そんな方に必見です。怖がりの方にも不安感なく痛みもなくインプラント手術ができる驚きの治療法をお教えしたいと思います。その治療法は静脈鎮静麻酔法と言います。この麻酔法は全身麻酔ですね。全身麻酔だと完全に寝て意識もなくなりますね。ですけども、その一歩手前で止めてですね、意識はあって話しかけると返事はするんですけど、本人はもう眠たいというかですね、もうどうでもいいような感じになっちゃってます。ですから、ものすごくお体はリラックスした状態で治療を受けられます。この静脈鎮静麻酔というのは一般の歯医者さんがやっても違法ではないと思うんですけども、一般的に歯科会では歯医者さんであっても麻酔の専門的な訓練を受けた大学の麻酔科に残って勉強し続けられて、麻酔の専門医とか認定医っていう資格を5年10年かかってたのですね。そういう資格を持った先生にお願いするのが一般的です。私が例えばその資格を持ってたとしても、患者さんの健康状態をコントロールして麻酔の状態をコントロールしながらこっちの手ではインプラントをするなんていうのはちょっとやっぱり忙しくて難しいので、いわき歯科医院でも大学病院や専門医の先生に来ていただいて静脈鎮静麻酔を行っております。静脈鎮静麻酔のもう一つのいい点はですね、麻酔の専門医がですね、点滴で麻酔をします。で、麻酔をした時に点滴はつながってますので、例えば高血圧の方とかですね、血圧が手術中に上がってしまうことがありますね。そういう時には血圧を下げるお薬を点滴に少し混ぜれば血圧を正常に戻すことができます。下がった場合もそうですね。あとは麻酔の専門医は救急蘇生の術にも長けていますので、万が一の万が一にですね、何か救急なことが起きても万全の体制でケアができるという安心感もございます。もう一つ静脈鎮静麻酔の利点はですね、点滴をしているという状況で麻酔を覚ます前に抗生物質、抗生剤をですね、点滴の中に少し入れて、あと鎮痛剤、麻酔が覚めた時にですね、痛みを感じにくいように鎮痛剤も点滴に入れて、その後で起こすようにしてますので、静脈鎮静の麻酔が覚めた後も穏やかに痛みが和らいでいる状態ですので、普通の局所麻酔が終わってからちょっとシクシクしてくるというような状態が起きにくい麻酔法であります。なおかつ点滴で抗生剤が体中に回っていますので、飲む抗生剤よりも効きが早いので腫れる可能性も少し減少すると言えると思います。一般的にはいわき歯科医院ではオールオンフォーをするときとか、サイナスリフトっていう骨を大きく作る場合とか、多くの本数をいっぺんに埋める場合には静脈鎮静麻酔をお勧めしています。ただ稀にたった1本インプラントを30分もかからずに埋める場合でも、ものすごいもうドキドキして手術室に入ると血圧が10も20も上がってしまうという方が結構おられます。そういう方はその不安感をなくすために静脈鎮静麻酔を行うことがあります。静脈鎮静麻酔の段取りはですね、麻酔の先生がご説明した後に点滴のラインを入れてですね、そこにゆっくり麻酔薬を入れるとだんだん眠くなってきてふわーっとした状態になります。そうやってふわーっとした状態になってから局所麻酔をするので、注射の麻酔の痛みもほとんど感じることなく治療ができます。そしてだいたい2時間とかぐらいの大きな手術になっても、患者さんはその間はほとんど記憶がないことが多いです。ですから手術が終わって麻酔を覚ませて、〇〇さんも終わりましたよと声かけると、もう終わったんですかって言うんですね。こっちはもう2時間でヘトヘトになったんですけど、患者さんは時間がこうタイムマシンのようにタイムスリップしてますから飛んでしまいますね。ですから恐怖心があったり大きい手術する場合には、この静脈鎮静麻酔は必須と言えますね。あと稀なケースですけども、お口の中にたくさん虫歯があって恐怖心もあって、もういっぺんに治したいという方は、静脈鎮静麻酔をして例えば2時間とか3時間で10本ぐらいの歯を同時に削って型を取ってというような治療をする場合も稀にはございます。ですから一度に多くの虫歯を恐怖心なく治したいという方は、静脈鎮静麻酔の下で治療するということも可能ですので、歯医者さんに相談してみてください。いわき歯科医院では可能です。いわき歯科医院ではこの静脈鎮静麻酔の費用ですね、静脈鎮静麻酔は保険の適用ではございませんので、6万円と消費税を加算させていただいています。これは麻酔の専門医の出張料に充てさせていただいております。
かがでしたか？インプラント治療を考えている方の不安を解消できたでしょうか？この動画が少しでも不安解消につながれば幸いです。このチャンネルでは歯に関する疑問を解消する動画を配信しています。医学歯科医ではインプラント治療をとても得意にしていますので、気になった方は無料カウンセリングを受けてみてください。概要欄からも予約ができますので、どうぞよろしくお願いいたします。この動画が少しでもお役に立てましたら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。岩木歯科医院院長、岩木正明でした。